こちらから。なんで？じゃあこっちからから。俺からなの？まあそうですね。まあ、まずは無事2連覇できて、FM にとっては4連覇しっかりと達成できて、今年からだっけセロスが去年から。去年からじゃね、まあ、実質。まあ、実質去年からやってよ。まあ、役職ついたのは今年からかもしれないですけど、まあ、去年からこの3人の体制で、しっかりと4連覇達成できたことは、非常に嬉しいことですね。で、まあ、今年の、結果だけを見ても、夏の結果だけを見てもファイナルを久々に 3-0 で勝てたということは、大きな自信につながったのかなと思ってます。とてもいいシーズンだったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。あ、まあ、じゃあ補足をさせていただくと、まあ、今シーズンも、まあ、前回もそうなんですし、去年もそうなんですけど、まあ、基本的にはギースモには、LGL の時は、相手チームの分析であったりとか、試合前の選手に、こういうところが相手チームの特徴だからこういうところには気をつけてほしいとか、まあ、セロスにはより、今シーズンは、まあ、春の MSI の結果を見てもあまりいい結果とは言えなかったので今年の夏はできるだけ多くコーチとして参加してほしいと、お願いした上で、もうスクリームの中で、ヤハロンスチールの、をより意識してみていただくもあったとか、まあ、チームの中で少し、まあ、そんなにいい雰囲気ではない時とかにもセロスがしっかりとそこをしっかりまとめてくれたっていうのが非常に助かりました。はい、春、やっぱ春最後に2回負けて、やっぱそのゲームの時間帯で言うと終盤が下手だなって話になったんで、そこを改善するように意識して、まあ、実際それはかなりできたんじゃないかなと思ってますね。まあ、レギュラーシーズン特になんか序盤わけわからんミスで負けたところから逆転勝ちするっていうのを、序盤の7戦6戦ほとんどその勝ち方して、で、まあ、その序盤も、まあ、普通に元に戻して、序盤も中盤もちゃんとできるチームになったんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ここからは、まあ、そうですね、 MSI の結果、まあ、そのやはりそのヤハロンもハープも、まあ、特にヤハロンはまあベテランと僕は認識してるんですけど、まあ、ハープもヤハロンも国際戦が初だったということと、あとは彼らが春はオンラインでの、参加だったって、練習参加、大会も参加ということで、まあ、MSI では少しその、まあ、僕視点で言うとその DFM の、まあ、カラーというか、どういった強みがあるのかっていうのをちょっと模索してる感じでそのまま MSI に行ってしまった感じで、だから今年の夏はそこをはっきりと、まあ、メタも相まって、よりボット中心にダポンハープがものすごく、調子上がってますし、まあ、メタも相まって、少しずつその DFM のカラーらしさが出てきたのかなと、まあ、特に今はその中盤にもさっきセロスが言ってたんですけど力を入れて練習していろいろと戦術も用意できていて、まあ、その DFM の昔から僕が求めているその積極性を保ちつつその中盤もしっかりと戦えるチームにはなったのかなと僕は思ってます。まあ、シーズン通して全体的に去年とか今年の春に比べても、まあ、スクリームのレベルを上げたっていうのもあるんですけど、単純にスクリーム のパフォーマンスがあまり良くない時期がちょっと予想以上に続いた時期があって、そこはちょっと難しかった時期だったのかなって感じてましたね。まあ、ただ別にスクリームは、まあ、勝率が別に全てではないので、まあ、別にそこまでは心配しなかったので、まあまあ大丈夫かなっていう、そんなに大きな問題は今年も、まあ、春はというか夏はなかったかな。なんで勝ち続けるの？僕はいい。強い。やっぱ2分の1だからね。勝つか負けるか。2分の1理論。まあ、を引きやすくするためであれば、まあ、その実際に僕の中では、まあ、僕がここの JFM のコーチになってから一つ考えてることは、常にその、まあ、序盤から積極性を結構大事にしていて、だから、まあ、オーナーとかにも、まあ、新しい選手が、加入するって話になった時でもできるだけ自分たちから意見出せるとか自分たちからそのプレーが動かせるプレイヤーを探してほしいっていうので、
まあ、だからまあ、それに加えてその DFM のカラーとしてその序盤強くっていうのを、まあ、置いてあるので、まあ、それで勝ち続けられてるのかなって LGL はって感じかな。どうですか。はい、まあ、やっぱうまいですね。うまい。ほう、じゃあミッドレーナーとしてヤハロンもどういう点にうまさ感じますか。まあやっぱ2人とも LCK を経験してるっていうのがあって、今まで入ってきた韓国人選手って、まあ、やっぱそのなんだろうな、尖ってるパラメーターがステータスのガリアとかも典型的なフィジカルオンリーって感じだったし、まあそれと比べたらやっぱりそのヤハロンは何でもできる、まあ、普通にフィジカルもあるし、そのチームゲームの考えができる、マクロがよくできる、考えて、まあ、発言もできるってので、まあ全体的にうまいですね。ハープもあと日本語がうまい、早い。2人とももう1年経ってないけど来て、まあ普通に喋るから言語の習得能力も高いんじゃないですかね。それはそうですね。なんで早いんだ。個人の頑張りによるところが大きい。わかんない。わかんないけど、まあ、早いね。スチールも手伝ってはいると思うんですけど、まあ、それとは別に2人は本当に。ヤハロンは日本好きだし、まあ、ハープもめちゃくちゃ、まあ、特にハープはコミュニケーションを取る方なので、まあ、ユタフォンとよく日本語喋ったりするのを見ると、まあ、習得速さは実際に驚かされます。まあ、まずその、まあ、何回目のワールズっていうよりも、まあ、今年も無事 LGL 優勝して国際戦に出れる、まあ、もちろんその DFM というチームが国際戦に出るために、チームを組んでることもあるので、まあ、しっかりと国際戦に向けて練習して結果を残していきたいな、まあ、何回目、今回が何回目だからっていうよりも、もう今年のワールズは今年のワールズでしっかり結果を残していきたいな。やっぱりワールズ今回、やっぱ今回、まあ、前回もなんですけど、勝てると思って出てるんで、普通に前で3位、 EU 4位、3位かと、まあ PCS ベトナムあたりに勝つのが、まあそのグループステージに行く条件なんですけど、まあ普通にそのこっち側コーチングスタッフ側の普通の客観的な意見として、まあ勝てるやろって思うんで、やっぱそこは勝ちに行きたいですね。まあお二人が言った通り回数とかも関係なくて、その 前年度前回出場よりもいい結果をっていうのを常にやっていきたいですね。それで日本リージョン全体のステップアップになればいいなと考えております。去年の春ぐらいからかな、まあ、僕が選手として出たとき、ヤンさんがコーチで、でサロスもまあコーチで、その時の3人体制から、本当にサロスとギスモも成長して、コーチングスタッフとして、非常にどんどんレベルアップしていって、今年の MSI 園でも、LGL、今年の LGL の夏も、非常にいいデータをどんどん出してくれてたので、まあ、そこは僕は割と期待してるのか、期待できることなのかな。あまり僕はそういうのはあんま考えないようにするっていうか、あんま考えない方だったので、あまりプラスに働かないしって思ってて、で、まあ、あと思うのがその日本でやってるスクリームのレベルの方が、スクリームとか LGL もそうですけど、全体的にアジアの地域っていうのが、まあ、ロールでは強いので、最初に行った時、まあ、普通にスクリーム、まあ、普段通りだなぐらいの気持ちで臨めるのかなって、うん、他の地域に僕は感じます、まあ、それは僕が客観的にそのコーチに戻って国際戦行った時のスクリームを見ても、やっぱアジアでやってるスクリームとの、まあ、同レベルの、まあ、レベルの高いスクリームでも、まあそこまでその高すぎないっていう意味で、まあ、結構自信持って国際戦に臨めるのかなといつも僕は思ってます、ね。ついてね、まあ、例えばね、まあ、例えば 何年前、8年前とかさ、1年前とかセロスと俺が国際戦行ってスクリームしたら、なんだこれやみたいな、
そういうことはもうないっていうか、うん、まあ、普通にスクリームして普通に勝ち越すし、普通に勝って、まあ、ちょっと相手がうまかったねとか、まあ、普通に客観的に分析できるレベルで、まあ、これがメタなんだとか、そういう普通にそういったあの建設的な話ができて、まあ、そういうところはもう多分もう、まあ、2、3年前ぐらいからはもうなくなったのかな。うん、ワナピックをしっかりと把握すること、絶対に一つはスクリーム本当に強いけど本番微妙だなみたいなのが出てくるのが毎年の恒例なの、特にプレインは。そこはしっかりと分析してはまらないように頑張りたいのかなと思います。ワナピック以外に何かこれ重要だなっていうのはありますか？分析面でもプレイ面でもいいですけど、そのお互いにやっぱり各国の1位レベルのチームが1位から、まあまあ、メジャーであってもまあ3位とか、もうその高いレベルのチームが来るので、そのマクロのミスがない分、うん、まあ、お互い の, そのマクロのスピードっていうのが結構国際戦は重要なのかな。あのミスがそこに生じないので、スピードっていうところで結構勝負がつきやすいのかなと思いますね。まあ、それを打ち勝つ以上のフィジカルの差はたまに出るんですけど、まあでもうちの場合は FM はめちゃくちゃフィジカル高いので、そういった心配は特になくて、本当に向こう行ってからスクリームとあとは試合でどれだけうちらがスピード出せるかっていうのが結構鍵なのかなって思ってます。ありがとうございます。そうか、カズータさんにいっぱい答えてもらってるな。どうぞ。青木さん、どうぞ。僕ですか、はい、まあ正直あの形式ってどっちのグループに割り振られても、うん、どっかしらには勝たなきゃいけないですよ、うん、その相手がどこを勝ってだけで、うん、まあ、BO1 で勝つか BO5 で勝つかの違いでしかないんで、特に言うことはないですからね。はい、その通り。これさっきも言ったんですけど、まあ、あの形式って目視関係ないんですよ。中国韓国が1日で分かれても別にいいし、偏ってそのグループに入っても別グループに入っても結局その難易度的にはあんま変わんないんで、まあ普通に NA3 位、もうさっき言ったのこれ、うん、NA3 位とか EU3 位とかその辺に勝てば上がれるし、勝てなければ上がれない、もうただそれだけなんで、まあ、そもそも BO1 だから、まあ、BO1 しないか韓国と中国は、まあ、一番怖いのは俺らが頑張って2位取ったのに RMG が B1 ポロポロ落としまくって俺らと BO5 するっていうわけわからん状況が一番怖いですね、うん、はい。まあ、あとは今回はプール2っていうことになったってことで、より厳しい戦いになるのかなって。まあその上のプール1はプール2に、まあ、大きなチャンスだと思ってますし、まあ、プール3も、まあ、僕たちがプール3の時はずっとプール2にどうやって勝つかっていうのをすごく研究して、まあ、プール1よりもプール2に勝つことをまず第一目標にしてたので、そういったところでどっちにも挟まれるっていう状況は、まあ、今回初の経験なので、まあ、そういう厳しい戦いになるのかなと思ってますけど、まあ、でもさっきお二人が話したように、もう BO1 を全て勝てばグループステージいけるっていう、もう分かりやすい僕は形式だと思ってるので、正直僕は BO5 を考えずにもう BO1 を5試合全部勝てば 5-0 で終わらせればもういけると思ってるし、まあ、今回のグループに関してはそれをまあ可能で、十分に可能なグループだと僕は思ってるので、しっかりと対策を進めていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に意気込みを、お前二人から意気込みを意気込み意気込みをハルヒコが代表して喋りますこれサボってるもん、これ意気込み早くありがとうございました。ありがとうございました。終わり終わり意気込みだし、今の意気込みじゃない、やっぱセロスさんから意気込みを、どうぞ。頑張ります。なるほど、ファンの人たちに対して失礼そう、そういうことこいつ喋ってないの、こいつ何喋ったの何も喋ってないの。やっぱりあの LJ リーグ、LJL の今後の発展日本リージョンの立場だったり e スポーツの未来っていうのを考えて、去年以上、昨年以上の結果を残して日本に持って帰りたいなと思ってます。よろしくお願いします。謝罪会見、最後まで謝罪。なるほどね。
状態。まあでもさっきギスモが話してたようにもう本当に間違ってなくて、あの国際戦一つ一つでしっかりと結果を出していかないと、まあ、またプール3に落とされたりとか、まあね、あの LGL の発展にもつながらないと思うので、実際に FM が勝ち続けることには意味があるし、しっかりそこを目指してファンが見て楽しい試合ができるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあまたメキシコでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。俺メキシコ行かないけど煽ってる。バイバイ。バイバイ。バイバイ。